どうも、コーズです。今回ですけども、J1 と J2 全クラブの現時点での、移籍情報をまとめということで、現時点での移籍情報をまとめですね。1月3日付ということで、昨日までに発表されている情報がメインになると思うんですけれども、やっていきたいと。もういよいよね、1月入って、もう新体制、始動するまであと10日とか、2週間とか、もう切ってると思うので、ちょっとやっていこうと思います。J1、J2 各クラブの移籍情報まとめということで、ぜひ最後までご覧ください。公式情報をベースに、こちらは、噂とか報道とか抜きにして、噂報道レベルは、僕が喋りながらちょこちょこ言ってきます。これは毎朝ニュースをやってるからなんですけども、若干の時差があるということはご了承くださいという話と、毎朝サッカーニュースでに触れる動画も毎日投稿してますので、そちらもぜひご覧くださいというちょっと宣伝挟みながらやっていきたいと思います。サクサクやっていきたいと思います。まず北海道コンサドーレ札幌と、J1、J2 の北から順に、それぞれやっていきたいと思いますので、J1 の北から南、J2 の北から南ですね、やっていきたいと思います。鈴木武蔵復帰。あと、横浜FCから近藤選手、そして岩城から家泉選手あたりは結構ね、いい感じ。ミシャサッカーに武蔵は合うのよね。ただし、田中選手がセレッソへ。あと、福森選手、横浜FC期限付き。小柏選手が FC 東京行ってしまった。そして小野伸二引退と。いうふうなところ。ルーカス・フェルナンデスもまだ未定なんだね。なるほどね。中島選手は藤枝期限付きということで、ヤムケンとのツートップあるかっていうふうなところは、ちょっと藤枝楽しみですけどね。若干、ちょっと戦力ダウン感はあるかな。小菓子は田中抜けたのは痛いんじゃないかなと思いますけど。どうなんでしょうね。そして、鹿島アントラーズ、梶川、ギレルメパレジ、山田。そして、アウトが、沖、中村昌司、荒木、もろもろもろというところですけれども、これもね、荒木亮太郎がレンタル移籍で不当に行って、沖はちょっとやっぱ早川とのレギュラー争い、ちょっと勝てず清水へ。ただね、清水も、あれなんだよね、権田が契約更新しちゃったからね、結構しんどいんじゃないかな。権田残るとは思ってなかったんじゃないか、もしかしたら。権田に勝てるか沖というところで、また試練ですけどね。あとは、庄司が町田っていうのはちょっと驚きですけど、あと、コンスンテン引退、ですね。だから沖の後釜で梶川取って、ぐらいなんかな。で、コンスンテン沖抜けてるから梶川山田か。このギレルメパレジ選手がどれほどやれるのか次第だと思いますけどね。あとはディフェンスちょい欲しいぐらいなのかな。ディフェンスとアタッカーか。ピツカ、カイキ、エレケいないんだもんね。そうだよね。ちょっとあれですね。ちょっとマイナスのが大きそうですけどね。現時点ではね。そして浦和レッズ。監督が変わりまして、なんだっけ、スウェーデンかなんかの方ですよね。このグスタフソン選手っていうのはそのスウェーデン代表で、その監督の申し子みたいな存在なんじゃないかな、確か。で、武田選手は結果出して、水戸で結果出して、レンタルから復帰と。こういうふうなところ。で、井上力と佐藤陽太と。で、石原弘和と。だディフェンスライン結構補強したよねっていう感じですけど、犬飼知念の後釜って感じですよね。で、石原弘和のところか、ああ、そっか、宮本がレンタルで京都行くから。ああ、なるほどね。でもなんか荻原が、なんだっけ、クロアチアのディナモザグレブね、決定的みたいなところもあるんで、もう一人緊急補強かみたいな話も出てるっぽいですけどね。あとは、ホセカンテの後釜がいないよね。マジで。シャルクはなんかどっか見つかりそうみたいな話が朝出てましたね。ホセカンテ抜けんのでかくないか。で、なんか一重にチアゴ・サンタナ取るんじゃないかみたいな噂もありますけどね。ホセカンテの後釜として。そうしたらプラマイゼロぐらいなのかな。ショルツとホイブラテン残ればね。あと岩波が出るみたいな噂もありますよね。そして柏レイソル。イン、アウト、こんな感じですけど、犬飼選手を完全で引っ張れたのは良かったと思いますよね。柏にフィットして結果出してるっていうのと、あと野田選手、山形が加入させたのは地味にでかい。
で、木下康介は誰の後釜なんだろうね。フォワード、ドーグラスとかの後釜なんだろうか。でも、まあ、高身長、なんならマンチェスターシティユースかなんか出身ですよね、木下選手ね。そう、だから、細谷真央が夏にオリンピック後移籍するってことも睨んで、今のうちに加入させたとかもあるのかもしれない。ただ一方で、プリンス山田浩太がガンバ、シーハシが名古屋。この辺は痛いんじゃないかな。シーハシ、山田浩太。山田浩太なんかちょっとね、後半戦ようやく出番掴んでた感があったんですけどね。あとはシーハシの後釜なぁ。ね、どうすんでしょうね。って感じ。で、ドーグラスはどこ行くんだろうね。ドーグラス強力フォワードですからね、かなりね。年俸も高そうだけど。で、ブエノなんかあれだな、浦和が狙ってんだっけ。荻原の後釜緊急補強みたいな。違ったっけね。そして FC 東京。FC 東京が一番なんか積極補強っすよね。今のところ、小川は荒木、原川孝。ここら辺も、各クラブの、まあ、主力、準主力級ですよね。そして、旗野が長崎で結果残して帰ってきたっていうのもでかいんじゃないですかね。で、一方で、アウトがそんなに痛くなさそう。だって、大体、期限付きだもんね。期限付きで若手出しての、高めの外国人、ちょっと切って、お金作ってみたいな感じなんじゃないかな。スオビクね、放出ってね、まあ、やっぱ、セービング能力はハイパーすごいけど、足元がね、どうしてもっていうところと、まあ、アダユートも行き先どこになるんですかね、気になるところですけども。そして東京ヴェルディ、今年昇格してきますけれども、J1 から J2 への降格が、自動降格が3枠っていうところで、まあ、やっぱ各クラブ本気出して補強しとかないと、J1 残れないよねっていうのは、まあ分かってて、まあ補強動いてると思うんですけど、インアウトはご覧の感じですが、注目選手は三木山美、このあたりかな。非常にいい選手ですよね。山美選手は本当ドリブラーとしてね、ガンバでね、かなり期待されてて、なかなかね、出番が、思うほどコンスタントに出場機会を与えられずというところですし、まあ、三木智也選手はもう完全に千葉の10番として、もう J2 ベスト11を組むんだとしたら、まあ、毎回入ってもおかしくないぐらいのクオリティの選手。だから、まあ、ここら辺を引っ張ってこれたのはでかいんですが、一方で、出があるんだよな。結構引き抜かれて、加藤蓮、中原、この辺ね、で、高田選手も名古屋復帰なんだもんね。復帰からの、どこだっけ、水戸かなんか行くんだっけ、レンタルで。だからちょっとね、加藤蓮をマリノスに引き抜かれ、中原が抜けるっていうところが若干。あと、長谷達は横浜市復帰なんだ。へぇ、そうなんだ。なるほどね。なんかな、結構。でも、長谷川達也ってまだ未定じゃなかったっけ、確か。移籍先。横浜市に戻るんだっけ、ただ、ヴェルディから出るってことですよね。なるほどね。まあ、中原の穴は誰、まあ、中原の穴埋めが山見くんなんだけどね、多分ね。あとは、まあ、まあ、ヴェルディといったら荒井選手か。荒井選手は、マジで早めに使ってよって、俺が国立決戦の時にめちゃめちゃ思ってたんだけど、なかなかパスが来ない。だからさ、やっぱりチームプレーじゃないですか、サッカーって。だからそのフィットするしない、その前のクラブで、前の所属クラブで結果が出なくても、移籍したら結果が出るパターンもあるし、その逆もしかりですよね。だからそこら辺がどうなるかっていうところは、まあ非常に注目ですけど、まあ山見美希あたりは結構良さそうなイメージがあると。そして町田ゼルビア、J2 優勝チームですね。優勝して、引っ提げての J1 挑戦ということで、初挑戦ということで、庄司選手、藤本選手、というところが、まあ、メイン、ビッグ、ちょっと名の知れてるところ。で、アウトも少ない、インアウト少ないね。まあ、エリキ残ったらなんとかなんじゃないっていうふうに思います。あと、ポープウィリアムに移籍の噂があるから、誰か引っ張ってくるみたいな。山口瑠衣かなんかを水戸から引っ張るみたいな噂がありますよね、確かね。まあ、キーパー若干玉突き起こるのかなと。まあ、庄司引っ張ったのはでかいんじゃない、と思います。あとはまあ、そんな動きがないのかなと。平川選手もね、契約更新したし、着々っていう感じですかね。川崎フロンターレですが、イン、山本、三浦、宮城と。アウトは、まあ、若手のレンタルと、まあ、ダミアン・シミッチの契約満了がメインかな。って考えると、
山本選手が入って、中盤で三浦選手入ってサイドバックの補強で、まあ、宮城天選手復帰させてのね、アタッカー的なところで使うみたいな感じなんですかね。うん、でもまあ川崎はね、あの有望なあの若手選手がいっぱいいるから、あのレンタル移籍で福島仙台群馬ですからね、うん、J2 J3 ちょっと注目でもあるかなというふうなところ。ダミアンはどこ行くんですかね。うん、そしてマリノス天野純復帰、うん、そして渡辺大輝が取られてしまったと、新潟的にはね。で加藤、うん、渡辺、そこら辺で、ね、でアウトは一森がガンバに復帰すると。でオビパウエル・ロビンナも神戸に移籍、うん、まあだから動き的にはそんなに大きくはないけど、まあまあまあって感じかな。そう、まあ、天野純が単純に戻ってきてくれる分戦力アップだし、まあディフェンスの駒的には今季みたいにスクランブル状態になるっていうののリスクヘッジは着々進めてるんじゃないかな。まあ渡辺大輝はもうセンターバックで覚醒したので、まあサイドバック起用はオプションって感じですね、逆に。まあそんなかな。あとはベルマーレ行きましょう。鈴木優と岩田から加入はでかいんじゃないか。 J2 アシストランキング1位ですからね、2023年のね。それ根本涼復帰、はい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 。奥野が完全移籍で加入、一方で、山本修斗は引退、そして石原博一浦和に引き抜かれちゃったんだよね。で長木が徳島完全ということで、まあ石原博一抜けた分がどれぐらいかなって感じですか。あとはあの大橋の去就じゃないですかね。大橋ソンボム軍あたりが、ソンボム軍って契約更新したんだっけ。大橋がまだだよね。大橋一転して残るんじゃないかみたいな言われてますからね。ちょっとそこはちょっと楽しみっちゃ楽しみですよね。そしてアルビレックス新潟、我が軍ですね。まあアルビレックス新潟に関してはもう僕は別で、あのちょこちょこ更新というか動きがあった都度動画出してるので、そちらの方が詳しく、触れてるので、詳しく見たいよという方はそちらね、見ていただければと思うんですけれども、公式に発表されてる分で言うと長谷川、宮本のこのあたりね、そして遠藤亮選手の復帰、ここら辺もちょっと期待感高まってるよと。一方でアウトで言うと渡辺大輝の横浜 F マリノス流出はちょっとね、まあサポーターの中でも思うことある方もまあいるかなというところですし、まあ高高弘選手の FC 東京移籍もね、まあ残念っちゃ残念。一方でまあ水戸ちゃんのね、オランダ挑戦はまあ頑張ってこいというふうなところもありながら、そして一番楽しみなのは藤田選手が千葉でどれだけやれるか。千葉の編成も後で触れますけど結構いいので今年、もう本当に J2 J1 昇格、狙える編成に なってるかなっていう気がするので、その千葉でね J1 昇格を経験するして新潟に戻ってくると、いうふうな青写真が描けてるのは、だちょっと来年はね僕は千葉ジェフ千葉をちょっとあの J2 的にはちょっと注目してみようかなと、現地観戦とかも行こうかななんて今のところでは考えてますと。だからあとは松橋監督が縦のラインと将来性っていう話を補強の話の時にしてたので、まああとはフォワードの獲得はまああるようにネスカウの後釜がまだ出てないので、高身長フォワード、これ外国人なのか日本人なのか分かんないですけど、おそらくありそう。あとは渡辺大輝が抜けた穴を埋めるのか、もう1枚フォワード取るのかって感じかな、契約の残りの枠数的にはなイメージ。ジュビロ岩田、平川熊本から新加入はちょっとサプライズ感ありましたね。まあフィットするしそうな気しますけどね。あとアウトがそこそこいます。山本浩介がね、松本いっちゃう、あのアルビにもでもね、プレーしていた選手ですけど、そして鈴木優斗を流出したのはちょっと痛いのかなという気がしますけどね、ポリバレントで、両サイド、サイドバックもウィングも、なんならセンターバックもボランチもみたいな選手ですからね。あと後藤選手がね、そう、まあ期限付きとはいえベルギー移籍と、まあエースフォワード的にね、な選手がね、来てほしいんじゃないかなと思いますけど、まあそんなとこかな。あと梶川、鹿島か。でも結局三浦なんだもんね、その主戦はね今のところ。で、名古屋グランパス、そう、山岸福岡から強奪、これはもうすごいね。そして小野、椎橋、三国、山中、中山、
ああ、うちだ、この辺。やっぱ獲得してる選手的に見ると結構いい感じの選手を取ってるなっていう気がしてますね。左サイドバック、森下龍也選手がポーランド期限付きなので、そこに山中選手を当て、アタッカー的なところで言うと中山選手。で、サイドバックは山中、小野で競わせんのか、左サイド。そっか、それでフォワードは山岸。ボランチに椎橋、センターバックに、身体能力の高い三國ケネディビスと。いやー、名古屋の強化部は優秀っすね。まあ、金があるからできるのかもしんないけど、にしてもなんか獲得してる選手が的確ですね。うん、左サイドバック、左サイドハーフ、そしてアタッカーに、センターフォワード、ボランチにディフェンダー、センターバックね。どこも的確だよね。まあ、だから森下龍也がいなくなる分どうなるのかなっていうところですね。中谷がガンバに引っ張られたのもちょっと痛いけどね。中谷の後釜三國っていうのは若干ちょっと不安感あるかもな。あとは中島選手は、あれだね。藤枝レンタルってことだね。札幸からの藤枝。で、高田選手は引き続き期限付きということで。やっぱ水戸だね。水戸行くんだね。活躍しそう。武田秀俊ぐらい活躍したらまた戻ってくると思いますね。J1 の舞台。ヴェルディでね、プレイしてる時見てて、高田選手うまいなと思いました。そして京都サンガ、鈴木トイチ、加入。マルコ・ツーリオ。鈴木、宮本。なるほどね。インはね。はいはいはい。で、アウト、木下、井上、伊予派。この辺だよね。守備陣大丈夫ですか問題。あと、得点力ですよね。フォワード。そこら辺が、ね。まあ、まあ、でもどうなんだろう。微妙。わからん。ね。ガンバ、プリンス獲得はでかいね。で、岸本武尊もでかい。で、内森復帰で東口と競わせるのかなと。東口の去就がまだわかんないんだよな。で、中野慎也ね。トスから完全移籍。そして中谷を強奪。そして山下龍也。だから、山見くんレンタルに出して、まあ、杉山選手も、あ、レンタルか。そっか。で、アタッカー的なところは、もう山下龍也あたり、岸本あたり、結構ガンガンやれそう。で、トップ下より、トップ下から前目は全部山田浩太、ポリバネットに行けるし、まあ、割かしいい補強じゃないかなと。まあ、ディフェンスはね、中谷補強しとけば、っていうふうなところなんでしょう。まあまあ、ぼちぼちというイメージ、印象。そしてセレッソ、インが田中選手、札幌から山田選手が復帰。あとは丸橋選手、中原選手、山中選手、原川選手。もろもろっていう風なところですけど、ヨニッチがね、まだ契約満了で未定なんですね。まあ、動き少ないかなっていう感じ。まあ、セレッソはすでに戦力的には結構 J1 でも強力な編成になってますから。まあ、一緒あたりネルソン選手がね、愛媛、J2 昇格した愛媛に期限付きっていうところが、ね、どれだけパワーアップして戻ってくるか。期待の若手ですからね。ヴィッセル神戸、オビ・パウエ・ロビンナ、新加入という。いや、これは前川選手の牙城を崩せるのではないかなとも思ってます。オビ選手のね、ポテンシャルは栃木市レンタルの時とか、まあ、なんならマリノスで序盤出てた時もね、結構あったんですけど、まあ、怪我とかがあったのだっけな、確かな。そしてアウト、大崎泉。なるほどね。まあ、泉選手はレンタルと。レンタル大宮か。大宮はすごいな。J3 を荒らすな、多分これだと。そしてサンフレッチェ、伊予派治ヘンリー復帰、一方、住吉ジェラニー期限付きで清水、林拓人引退、柴崎引退というふうなところで、まあ、住吉ジェラニーが出る分、伊予派戻したよねって感じなんですかね。動きはそんな少ないかなと。まあ、スキッピ監督が契約更新したので、まあまあ、チーム自体はブレがなくって感じだと思いますけど、主力も残ってるし、ほぼ。ミスターも残ったしね。そこら辺は、まあ、堅実かなというふうに思います。アビスパ、山岸取られたのは痛いよねっていうふうなところがありながら、じゃあ誰とんのかっていうのは注目ですが、一方で清水から松岡選手取ったのでかい。これは井出口選手がよもや移籍かみたいな噂もあるので、まあ、そこの補填というか補充だと思うんですけど、補強になると思います。補充ではなくて、ね。あとは岩崎選手、トスから引っ張ったのもでかいかなと。
で、サガン鳥栖、丸橋、中原。そう、中原加入させたのはサガン鳥栖はでかいんじゃないかな。あとは、字がでかくなってた。直した。あとは、まあ、ウェービス選手が、まあ、どこまで J1 でやれるか、ですけどね。ファン速攻抜けたのは痛いんじゃないか。だから、まあ、あとは、小野裕二も新潟に来てくれるしね。あとは、どうだろう。内山選手も、そうなんだよね。藤枝から取って藤枝に戻すみたいな。いや、あれなんだよな。そう。岩崎、ファン速攻、中野、小野あたりは、ちょっと流出チックですけど、まあ、中原が来たのはでかいよね、という印象。あとは、どうだろうね。まあ、河合監督優秀だから、なんとかしてくれるだろうと思いますけど。という感じで J1 は以上かな。で、J2、ベガルタ仙台。まあ、これも北からね、順にやっていきたいと思うんですけども、知念が浦和から。なるほど。川崎から期限付き。も、いて、アウトが、その、木田加藤、ダブル取りされたんだよね。で、レアン・ヨンギ引退と。でも、監督森山さんになって、ね、中島元彦選手もね、仙台レンタル延長になりましたし、ちょっとダークホース味はあるなと思ってますけどね、僕は、ベガルタ仙台。監督変わって良くなるパターンあるからね。だって、去年の岩田ってまさしくそうじゃないですか。同じパターンもあり得るよと。ブラブリッツ秋田、吉田健監督ね、続投ということで。八須賀選手が仙台から、あと小松蓮ね、小松蓮 J3 得点ランキング上位で、松本からね、エースフォワード取ったぞと、いうところ。まあ、庭塩も秋田のサッカーは合いそうだし、小松蓮も合いそうだと思う。一方、竹颯、FC 大阪、斎藤啓太も、そうだね、ここら辺が入れ替わったんだな。なるほどね。竹斎藤のツートップが小松庭に切り替えた感じか。ちょっと面白いね。モンテディオ。そう、坂本杉山の元ロワッソコンビを獲得しながら、仙台の木田加藤も取るっていう。すごいね。ちょっと山形の編成はちょっと今年すごそう。で、有田亮選手も入るんだ。いわくから。これ、でかいんじゃないか、結構。松本凪も、セレッソからレンタル。大宮から西村選手も取るんだ。結構編成いいかもしんない。で、一方に野田選手が柏に抜かれ、小野選手が抜かれ、宮城選手が川崎復帰、チアゴアベスとデラトーレはブラジルに戻ると。まあでも、殺匹プラスじゃないか。と思います。いわき FC。いわき FC はね、流出がね、めっちゃ多いのよ。で、新加入は、どう、ブアニカ・ケータか。ブアニカ・ケータ。なるほど。あと、棚田。その辺だね。一方で、流出はね、そう、家泉選手、有田選手、で、遠藤亮が復帰、宮本英二も新潟に。結構ね、そうなんだよね。あるんですよ。まあ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 ね、どうなるかっていうところですけど、まあフィジカル的なところのベースっていうのがチームのスタイルとして確立されてるので、そこら辺はね、崩さないと思いますけど、あとはいかにこう、J2 も自動降格3枠だもんな。過酷。そして水戸ホーリーホーク、高田選手取ったのはでかいと思われます。これめっちゃいいと思う。一方で出てったのが、武田選手が浦和に復帰する以外は、そこまで痛手を負ってなさそうな気がするけどね。どうなんでしょうね。栃木 FC、栃木 SC、そう。どうでしょうか。藤田選手がね、期限付き移籍満了からの千葉レンタルみたいな感じになっちゃったんで。まあ、そこら辺かな、とは。高木選手は新潟シンガポールなんだよね。そうそうそう。根本亮湘南復帰で、誰をエースフォワードとするんだろうと。で、奥田光也くんのか。結構でかいな。アタッカー的には。ザスパ群馬。組長続投ですもんね。でも、まあ、結構それなりに、着実というか、地味だけどね。
ああ、インアウト、まあ、プラマイ、どうなんだろう。あんまりよくわかんないな。ちょっと、群馬有識者の人、ちょっとコメント欲しいっす。千葉ユナイテッド、あ、ジェフユナイテッド千葉、林、横山、ああ、藤田、そう、これ、横山選手はね、藤枝の、その、渡辺亮、久保藤次郎、横山っていうサンバガラスのうちの一人がついに移籍ということです。最後の三人目だったんですけどね。で、出てったのが三木選手ぐらいか。あの、痛いところで言うと。って考えたら結構やっぱ編成いいよね。今年のジェフは。注目していいんじゃないかなと思います。そして横浜 FC J1 から降格してきました。J2 に、1年での返り咲きを目論んでると思いますが、福森選手が札幌から期限付き、これは四方田監督のつてなのではというふうなところは推察されるわけですが、一方でブローダーセン選手が岡山、坂本選手、橋本選手、山下亮也抜けたのいたんじゃないかな、どうなんだろう。そんな感じかな。近藤選手も札幌へと。そしてヴァンフォーレ甲府、ヴァンフォーレもね、そう、動きがありますが、ファビアン・ゴンザレスが新加入って感じなんだね。あとは、そのルーカス・マセド、ジェツリオあたりはアウト。クリスチャーノもアウト。長谷川元基、三浦颯太あたりを流出してしまったのはちょっと手痛いかなとは思いますけど、ちょっと今後の編成に注目。エスパルス、鳴岡光復帰。いいですね。鳴岡光多分、だけど、エスパルスで使われるといいですけどね。この感じだとね。レノファだったり、相模原では結果出すけどな。なかなかエスパルスねって感じですけど。あとは、蓮川レンタル、沖加入。中村亮太郎も加入。で、住吉ジェラニが来ると。川本も来ると。で、アウトは松岡選手。ベンジャミン・コロ、ヘナト・アウグストあたりも満了。神谷選手は韓国。中山選手取られたのはちょっと痛いんじゃないですかね。中山、岸本、鈴木。あとはどうだろう。大久保拓夫選手はどっか決まったんだよ、確か。そんな、岩手だったかな、確か。そうそうそう。ね。まさかの J2 2年目だと思いますけど、思いのか編成的な強度はそこまで落ちないんじゃないかなというふうに思いますが、チアゴ・サンタナの行方やいかにと。乾はなんかともしたら新潟もオファーしてたみたいなね、噂が出てますから、乾がエスパス残ったのもでかいんじゃないですか。藤枝マイ FC、中島ね、そう、島袋選手頑張ってほしいな。なんか行きそうだけどね、活躍できそうな気するけどね。で、あと内山選手がトスから期限付きで加入ってことで、これはもともと、藤枝が J3 から J2 昇格した時の正ゴールキーパーですよね。で、トスに2段階昇格、個人昇格をしての、またレンタルで獲得みたいな。それちょっとややこしいんだけどさ。そう。で、矢村健選手もレンタル延長。なので、まだこの横山選手抜けたのとかは痛いんだろうけど、でも面白そうだよな。藤枝の編成は悪くない気がする。そして、J2 大注目編成、ファジアの岡山。ブローダーセン加入ですね。で、このグレイソン選手っていうのも、その、チーム得点王、韓国のこのチームで得点王、チーム内得点王だったらしい。で、田上選手ね、新潟から移籍。これも合いそう。バイスが抜けた穴に田上なんじゃないかなと思うんだけど、全然いけるんじゃないかな。あと、藤田伊吹。末吉瑠衣もいいんだよね。千葉ね。千葉から。で、ガブリエル・シャビエル来るからね。豪華よ。めちゃめちゃ豪華。で、流出は言うてって感じかな。さして。なんか痛手を負うほどのっていうのはなさそうかな。って考えると単純に補強の分、ね、強くなる気がします。レノファー山口、田口淳と加入させたのはでかいかなと。琉球でね、まあ、新潟にもいたんですけど、琉球で活躍してカルバハルから、ポジションを奪ってね、結構スーパーセーブしてたりしたんですけど、ね、J2 個人昇格を果たすと。J2 だったら十分やれるね。なんなら J1 でもやれる気するもん、田口淳と。俺、その琉球時代の記憶で止まってるから何とも言えないけど。
あとは、どうなんだろう。奈良岡光がレンタルバックされたのはね、どうなんでしょうというところと、まあ、橋本健斗選手が徳島行くっていうのもね、そう、横浜市行ってて、レンタルしてての完全徳島みたいな感じなんだよね。で、吉見選手は新潟へと、ようこそ新潟へ。そして高木大輔選手、まだね、未定なんですよね。そして徳島ヴォルティス、橋本健斗、ブラウノア健心、柳沢、長木というところで。まあ、堅実。非常に堅実。ブラウノア健心選手は昔、水戸ホーリーホークにいたんですけど、なかなかね、結果出せずに、ね、沼津行ってたんですね。で、そっからまた這い上がってきたと、J2 に。ちょっと楽しみですね。で、橋本選手は、もう普通にそのサイドバックとしては、山口時代に結構結果出てて、横浜市で個人昇格したんだけど、なかなかっていう感じ。で、柳沢選手はもう言わずもがなよ。いや、これは、この柳沢選手の補強が一番できんじゃねえかとは思う。俺、ボルティスの中では。で、意外とアウトがないと。柿谷も残るしね。ただ、監督吉田達磨っていうのが僕は全然信頼してないので、そこがどうかなっていうところですけど。愛媛 FC、J3 から J3 優勝して J2 乗り込んでくると、再度、再挑戦ということで。まあ、なんといっても柴谷ネルソン選手が注目かなと。セレッソでね、注目の若手というふうになってて、世代別の代表にも選ばれてますから、こういった選手が J2 でブイブイ活躍して、どん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 ステップアップしていくっていうのが、まあ、面白いよね。だから、そういう選手としては、石渡選手は注目。アウトはどうでしょうね。そんな、でも横浜 F ・マリノス復帰とかあるんだね。まあ、でも、逆に J3 から上がってきたチームが割とノーマークで J2 旋風を起こすみたいなのあるから、愛媛 FC はちょっと注目かなと。そして、ビファーレン長崎。若原期限付き加入。なるほどね。で、一方で、奥田、クリスチャーノ、戸倉、奥井、旗野、カイヨ・セザール。カイヨ・セザールもまだ未定なんだね。秋の大竹、高橋俊希。なるほどね。結構人員整理的なのをした感じですね。その若手に切り替えるみたいな。まあ、ただ、旗野の後釜、若原はどうでしょうとは思う。多分、旗野ほどは難しいんじゃないか。でも、京都のノイアって呼ばれてるらしいんで。でも、割とポカが多いイメージがあるので。そこがどうなるかというところ、キーパーは非常に重要ですからね、ポジション的には。そして、ロアッソ熊本、平川選手が、岩田へというふうなところ以外は、意外と引き抜きに合ってない。一方で、大卒の選手は注目なんだよね、ロアッソ熊本って。大卒のいい選手取るから、なんかね、結構残るんだよ。残留力あるどころか、プレーオフ圏内まで行っちゃうからね。まあ、そこら辺は注目。大木監督の手腕次第。大分トリニータですが、ムン・キョンゴン選手、新加入なんですが、実質復帰なんだよね。昔、高木選手、小島選手、ポープ、あたりがいた、ポープ選手もいたかな、のあたりに、ムン・キョンゴン選手もいたんだよね。そう、小島良介とチームメイトだったはず。で、引き抜きが藤本選手とかか、ウェビス選手もいなくなるのか。まあ、でも、そんぐらいか。まあ、どうなんだ、さっぴき。あと、監督変わってどうなるかってとこっすよね。片さんに戻って、片野坂監督戻ってって感じだから。水戸ホーリーホーク対大分トリニータ試合見に行った後に、大分サポがの、なんだろう、こう、会話が漏れ聞こえてきてて、もう下平やだわ、みたいな。言ってたんで、まあ、だから、監督変わった効果がどれだけあるかっていうのが、多分大分的には注目なんじゃないかな。結果出してる監督ですからね。そう、この世には結果を出す監督と結果を出さない監督の2種類が存在すると。鹿児島ユナイテッド FC、ンドカ・チャールズ、新加入。なるほどね。藤村選手、金沢から。これもいい補強なんじゃないかな。そして、アウト、ロメロ・フランク選手が契約満了か。あとは、でもそんなとこだね。岡本翔征選手もレンタル延長になりましたから、鹿児島ユナイテッドもちょっと注目、新潟サポ的にはね、してますので。やっぱ、その鹿児島ないし愛媛、その J3 から上がってきたチームっていうのが、
まあ、どっちか旋風を起こすというのはちょっと注目かなというふうに思います。ちょっとね、もう40チーム分触れてるからかなり駆け足だけど結構な時間経ってしまいましたけど、まあまあ作業用 BGM 的に聞いていただければと思います。朝のニュースではリアルタイムに近い情報を毎朝触れてますので、ぜひそちらもご視聴いただければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。私が作詞して歌っている情熱のループ、アルビレックス新潟の応援ソングですね、iTunes Music、そして Spotify などの配信サイトで絶賛配信中、まだお聞きになってない方、ぜひ概要欄からチェックお願いいたします。